皆さんおはようございます。小野坂雅也のニューヤング TV 始まりますよということで、今回はですねゆるゲー居酒屋というところに来ています、はい、ということでゆるゲー居酒屋の大将です。どうも大将やってますね。大将80年やっております。お何歳の時からこの店やってるの？5歳ぐらいの時からすごいねそうですね、お手伝いからずっと、うん、そうだよね、昔はそうだった。さあ、うん、どれいきますか？あれやりますよ、じゃあソーセージだから言っときましょう。じゃあソーセージ、これソーセージ。じゃあ何これ、すごくすごく外国人っぽい作り。ホットドッグレベル1。ちょっと待って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 、なんやねんお前。え、何これ、え、何何何。あ、お前ずるい、やり方お前分かったみたいな、ずるいぞお前。ちょっと待てよやり方全然わかんないじゃん残念です。うろ覚え小梅太夫ちゃ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 らりらららんらん、なんか胃が痛いと思ってお医者に行ったらば帯状疱疹でした。ちくしょう。次は何に大丈夫大丈夫、もう一個ぐらいなんかちょっと一息入れさせてくれどれが自信がありますかね。自信がありますかねって気合ビーム、さっきから見てて分かる。気合ビームしましょうか。気合ビームはどんなゲームなのか分からないからね。遊び方、うん、画面をタッチして気合を貯めてください。気合が大きくなったら右へスライドして気合ビームを発射してくださいということです。え、どうぞえ、これでどうするの。スライド、スライド右に、右にスライド、ここに、ここに、そう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 。え、何何これ。だから自分で気合を貯めて、うん、それをスライドしてあの人たちを吹き飛ばすっていうゲームです。もう一回やっていいですよ。こんなに倒したのを見たことはないです。ありがとうございます、はい、すごいですねやったー、罰ゲーム。どうぞ。チーズです。そうだった、俺だけだ罰ゲームだから大将、意地になってやるのやめてくれる。意味が、え、取り上げられた。1600人いったんで。じゃあ、いやもうやり方分かりましたから僕勝ちますよ、こんなの。あれいや違うやん、違うやん。ちょっと今のはちょっと待って、意味が分からないから。 次のやつで負けたらこれやりますね。120% でアイーン。アイーン。もう一個ぐらいやっておきますか。彼はパイルドライバー。コーナーにパイルドライバー。傾けて。え、こういうこと？そうです。え、これをどうするか。そこにコーナーに。ちょっと待って待って待って、もう一回ね、もう一回リベンジ。いや分からん。え、え、え、なに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 、奇跡奇跡
めっちゃ難しい。上手。上手。さっきまでの大将じゃない。なんかなんて遊び心が何もない。来ない。お、今横から斜めに入りましたけど。トイレを我慢している古畑任三郎。それはですね、古畑さん、早くあの犯人を、ね、分かっているんです。犯人を謎を解いてください。やったことない。画面を指で横方向にスライドして舞子をドリルスピン、できるだけ早く真横にスライドだ。なるべく真横にスライドさせるってことですね。どういうこと？ゼロメートル。ほら、こいつついてこれてないじゃん。俺のスピードに。スッて、スッて。そう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 。スッて。大将、ちょっとやってみてよ。4.66 メートルしか行かないから。これね、初めてやりました。なんやねんこれ。じゃもうグランツーリスモ持ってこいや。新聞の勧誘に来る三河健一。ピンポーン。はい。はい、どちらさんですか。ちょっと新聞取りなさいよ。結構です。もう一個だけ、ちょっとすいません。120% でカズダンス。カズでーす。ぷっぷへーへー、カズでーす。満足していただけましたか、ゆるゲー居酒屋は。大将、はい、二度と出てこないでくれ。この番組が跳ねたらまた会います。このシステムはおかしい。この番組勝っても俺が損、負けても損。大将罰ゲーム、今回サービスだ。乾きもんばっかり。